いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2018年モデル、メルセデス AMG G63 をご紹介させていただきます。まず、外装面の状態からですが、外装面、特に目立つ傷はございません。走行距離約1000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。 外装色はオブシディアンブラック。インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。登場から約40年の時を経てフルモデルチェンジが行われた現行 G クラスでございます。ヘッドライトやテールライトのデザインを中心にデザイン変更が行われ、よりモダンな雰囲気に仕上がっております。また、4リッターのダウンサイジングターボが搭載されておりますので、 全モデルよりも高い燃費性能を発揮します。さらに、純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ブルメスターサウンドスピーカーをはじめ、G クラスらしい快適装備も充実した一台です。ヘッドライトには標準で、マルチビーム LED ヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、4リッター V8 ツインターボエンジンが搭載され、 最高出力は585馬力を誇ります。アルミホイルは G63 専用のマルチスポークの20インチアルミホイルが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった一台です。またサンルーフが標準で装備されておりますので、開放感あふれる室内空間を演出しております。続きましてリア、ご紹介させていただきます。 リアのテールライトは LED が採用されており、デザイン性に優れたモデルとなっております。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。G クラスでございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリア、ご紹介させていただきます。 シートはブラックのレザーシートが採用されております運転席助手席ともに目立った使用感はなく綺麗な状態を保っておりますではエンジンを始動していきますステアリングは4本スポークのレザーステアリングが採用されておりパドルシフトが装備されておりますので 自由自在に変速をお楽しみいただけますまたディストロニックプラスが装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけますナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており車内では地デジの視聴も可能ですまたバックギアに入れていただきますとバックカメラと360度のカメラが装備されておりますフロント寮席標準でシートヒーターが備わっておりますので 冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけますシフトは9速のオートマチックシフトが採用されており大きなボディではございますがスムーズな変速を実現しておりますまた走行モードに関しましてはダイナミックセレクトが装備されておりますのでセンターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能ですさらにサスペンションに関しましても3段階で切り替えが可能となっております加えて AMG パフォーマンスエキゾーストが装備されておりますので手元のスイッチにて音量を切り替えることが可能です続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しましても目立った使用感はなく綺麗な状態を保っております G クラスでございますのでスペースも広々と確保されており後部座席にもシートヒーターが備わっておりますまたスピーカーはブルメスターのスピーカーが装備されておりますので 後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます合わせて気になる車内の匂いですが特にお煙草の匂いとはいたしませんでは今回は2018年モデルメルセデス AMG G63 をご紹介させていただきました走行距離約1000キロと非常に低走行ですし内外装ともに良好なコンディションを保っております圧倒的な走行性能を楽しみいただける メルセス AMG のハイパフォーマンスモデル、G63 でございます。585馬力を発生させるハイパワーエンジンに、急速のオートマチックシフトが組み合わされておりますので、大きなボディではございますが、スムーズな加速を実現しております。また、純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ブルメスターサウンドスピーカーをはじめ、快適装備も充実した1台です。 市場にもまだまだ少ない現行 G63 を探しの方は、ぜひとも早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。